まそういう意味でも、ねまあ、新型肺炎の、ねまあ、問題も、ね、大きくなっててです、ね、まあその新型肺炎に関連して、ですね、えー、内閣官房の職員が、ね、帰国した人の受け入れ業務に当たってたんですけども、その内閣官房職員の男性がですね飛び降り自殺したと。 まあいうニュースがね、まあ結構衝撃的で、まあこれはどういう理由でその飛び降りて亡くなったのかっていうのがわからないっていうところがまたあの怖いなと思うんですけども、やっぱでも内閣官房職員って言ったらですね、まあどうしても桜を見る会のまあ問題がえちらつくわけなんですけども、まあそこと関連がね、 あるのかないのかっていうのがよくわからない。えと、ー、いうことで、まあこれは気になってると、まあ、後々ね、いろんなことがわかってくるかもしれませんけども、まあちょっとこれは気になりましたね。うん。で、まあやっぱり新型肺炎も問題もねあ、大きいんですけども、やっぱ桜を見る会でですね、やっぱりその、安倍さんの答え方が、やっぱ全然その、納得いかないとか、もうゼロ回答みたいな答弁をですね、国会でも繰り返していると。 えー、いうのが問題になっててですね。で、まあ、公明党の議員も安倍さんを批判するようなことを国会で言ったっていうのが、まあ、大きな、えー、話題になってるんですよね。えー、まあ、だからもう公明党もですね、やっぱその、まあ、世論、 がね、やっぱ納得してないとか、6割、7割、えー、いるわけですか自民党支持層ですら6割以上、えー、納得してないということですから、やっぱこれはね、まあやっぱり、野党も、まあ与党もね、きちんとね、やっぱ追求しないとね、えー、これも選挙にも影響するんちゃうかなと、えー、僕は思うんですけども、ただやっぱその、 この安倍さんのね、まあ、この桜を見る会っていうのが、やっぱりその税金の私物化だったり、桜を見る会そのものの私物化なんちゃうかっていうのが、まあ野党に指摘されてるわけですけども、まあその安倍さんのね、まあ元秘書が、えー、安倍さんの地元の山口県の下関市の市長になってるわけなんですそこでもですね、やっぱその大学の私物化、 じゃないかっていうね、まあ、批判されてる、えー、下関私立大の問題っていうのがあるんですけども、まあ、ここもね、やっぱり、あの、去年のね、もう9月頃からね、ずっとこれ問題になってて、僕も、あの、ずっと見てたんですけども、あの、それが、ま、だんだん大きくなってきていると。 昨日はですね、その山口県の下関市ですか、えー、でですね、あの、これを批判している弁護士の小原信郎さんとか、あと桜を見る会を追求している、えー、黒岩隆弘議員がですね、講演して、まあ、シンポジウムが開かれたということでね、まあ、そこに350人集まったということで、まあ、この下関市立大学の問題は何かと、 え、言ったらですね、これ、下関私立大の、ま、経営側がですか、理事長らがですね、まあ、大学の、えー、教授らの審議を、あの、まあ、せずにですね、まあ、勝手に、えー、なんですが特別支援、 え、教育特別専攻課の設置と教員を採用することを決めたと。この下関私立大学っていうのは経済学部しかない単科大学であるということで、まあ、そこに普通やったら教育学部の下に作られるはずの特別支援教育特別専攻課っていうのを設置すると。で、しかも教員も配置、採用することを勝手に決めたと。 そこにやっぱりその教員たちがですね、まあ、9割がですね、反対して撤回を求めるっていうのが、えー、去年の、えー 9月ぐらいからですかね。え去年のもうぐらいからです、ね、ずっと大きくなってきてるんですよね。で、それとやっぱ桜を見る会が被ってるっていうのはですね、この、えー、下関市立大のこの特別支援教育特別専攻課の設置と教員を採用することについてですね、えー、この下関市長がですね、このここに来る研究者を推薦していたと、えー、採用する、採用、 するにあたっての研究者を推薦してたってことで、えー、これ下関市長がですね、大学を私物化してるんじゃないかと、いうことで批判があると、いうことで、まあ、その問題がずっと続いているっていうことでね。いや、これも僕はね、やっぱ大きなね、やっぱ問題なんじゃないのかなっていうね、やっぱ思いますね。ほんで、その、なんていうんですか、下関市立大学の理事長側なんですか、ね、えー まあなんて言うんですかね、まあ、学長、あの、反対する教授、教員らはですね、えー、学長の解任審査請求を出したと、えー、いうことが去年の12月にあったんですけども、えー、ただこの大学側のね、まあの、経営側もですね、その定款そのものを変えてですね、もう別に審議会で、教育の審議会で話し合って決めるんじゃなくて、もう、 自分たちで勝手に決めれるように、定款というかね、ルールを変えようという方にしているっていうことでね。だからそこでまた反発が大きくなっているということで、だから自分たちのいいようにしたいと。 だからそこに、やっぱりその下関市長もですね、その研究者推薦したりとかしてですね、いや、なんかおかしいんちゃうかっていうね。だからこれなんか桜を見る会っていう問題ともなんか共通してますし、やっぱ掛け学園のね、まあ、突然獣医学部を作りましょうっていう風にね、えー、出てきた問題とですね、まあ、よく似てるなっていうね、 だからほんま、掛け学園とも似てるし、桜を見る回とも、えー、私物かっていうと似てるなっていうね。うん、だ本当はちゃんと話し合ってね、なんでその、えー、この特別支援、教育特別専攻課がひあの必要なのかっていうですね、そういう話し合いといがちゃんとなされないままに勝手に作られる。んで それに反対する人たちが多かったらですね、まあ、定感というか、ルールそのものを変えてですね、勝手に決められるように、できるようにするっていうのはね、やっぱそれはね、ダメでしょっていう話ですよね。うんねまあ、そこに、まあ、違法性っていうのがあるのかどうかっていうと、まあ、違法性はないと。 え、いうことみたいなんですけども、ただやっぱそのルール無視、え、についてですね、なんとかできないかっていうのが、え、昨日のシンポジウムで話し合われたみたいでね。いやーでもこれでも本当なんかこういうことが許されるんだったら、本当になんかその、ま、権力さえね、握れば何でもできるのかっていうところに行くと、もう話し合いも無視すると。 本当はみんなで話し合ってね、納得して、ちゃんと決めていかなあ、あかんのにですね。まあ、それを、もう、いいんだと。あの、なんてか、上が決めたら、か何でもできるんだ、みたいな感じにするからですね。まあ、余計反発が、えー、大きくなってんのちゃうかなっていうね。だからそういう意味でも、この、問題というのはですね、大きいなと。んで、その市長がね、市長も、やっぱこの、 進めたいですね、この専攻課の新設問題に関しては引くわけにはいかないと、えー、市議会で答弁したというのもあって、ですねこれ去年の9月ですかね、えー、だからまあ市長がやっぱりもう進めてると、えー、でしかも、えー、この下関市側がですね、定款を変更するギア,ギアも出している、るだからルールを変えるというのも市側として、 提出してると、えー、だから、まあその市長の私物かなんちゃうかということは言われているわけなんですけども、いやいいのかなと、これでね,ね、っていうのは僕は思いましたね。うん、だからやっぱそのなんか民主主義のルールっていうかね、やっぱそういうのをなんかもうちゃんと話し合ってみたいなのをすっ飛ばして、ですねもう上で勝手に何でも決めたら何でもできるんだみたいなことが。 やっぱりその、後々そのトラブルっていうかですね、本当に人集まるのかなという感じもしますしね、これでね。だから何のためにその特別その支援先行化っていうのをですね、作らないといけないのかっていうのを全くわからないっていうかね、まあ理解されないからですね、教員の9割が反対して撤回を求める事態に至ってるっていうことでね、まあそういう意味でもね、やっぱりこう安倍さんのやり方、 今まで森友とか加け学園で桜を見る会のね、やっぱ悪影響っていうのがですね、この地元の山口県の下関市にもですね、まあ、出てるんちゃうかなっていう意味ではですね、この問題っていうのは、えー、やっぱり小さくないんじゃないのかなっていうふうにね、なんか思いますけどね。うん いや、だからほんとなんかね、あの、桜を見る会、森友、えー、掛けとかね、なんか、大したことないとか言うんですけども、そういう風にしてるからですね、いろんな問題が、え、また新たに出てくるみたいなね、まあそういう感じがするんですけどね。うん。まあこれもどうなるのかね、えー、去年から、ね、ずっと問題になってただけに、どうなっていくのか、えー、すごく、あの、気がかりですけどね。 チャンネル登録よろしくね。